はい、どうも、おはようございます。沖縄おばばでございます。今日はね、晴れてます。天気です。えー、23度ぐらいまでね、上がる予想でございます。はい、えー、今日は、まあでも長袖です。長袖のブラウスに、ジ、え、ャ、ー、ンスカを履きております。えー、まあ、なんというか、はい、えーちょっとね、えー、ちょっとこれ、あの、変な予感がするんで、 ておきたいと思います。変な予感がするんですよ。当たらなければいいなと思ってます。えー、関東の方々、あのー、足元グラグラに注意してくださいね。はい、えー。これは6月ぐらい、はい、6月ぐらいでございます。7月前ぐらいまで注意してください。えー、なんとなくね、えー、今は多分来ないとは思うんですよね。 はいえー、ちょっとこれ、予感なんで、はいえー、私の予感なんで、はいえー、6月ぐらいがちょっと怪しい感じがするんですよ。ちょっと変な夢見ちゃったんで、えー、とりあえず、あのー、気をつけてください。えー、足元、グラグラですねお。割と大きめのね。はいえー、関東圏です。はい えー、まあそういうことでございます。ちょっと嫌な夢見てしまったんでえ。で、これ、あの、今の時期じゃなかったんですね。半袖だったんでね。なんで、多分6月ぐらいかなと思ってます。はい。えー、なんでちょっとこれ、あの、気に留めておいてください。まあ、あ私ね、えー、変な話なんですけど、あの、3の11ですね。3の11の時も、えー、何ヶ月前かな、あれ。 2、3か月前にですね、元、えー、のパッツンちゃんがボーンと行く夢見たんですよ。で、えー、現実になったのがまあ3か月後ぐらいだったんで、これね、えー、ちょっとあの注意してほしいなと思いました。なんか、そういう夢見るのって、割とまれなんですね、私が見るの。で、えー、ちょっとあの見たんで、<laughs> 申し訳ないです、えー。6月ぐらいですね、だいたいあのー、着ている服装を見ると、だいたい夏っぽい感じだったんで。 なんで、えー、6月か、まあ、7月かわかんないんですけどまだ梅雨の時期かもしれませんけどまあそういうことなんで、えー、すいませんね、えー、変なこと言っちゃってはい申し訳ございません変なこと言っちゃってね、えー、でもあのー、まあ私のこの夢の記憶が薄れた頃,頃に、えー、やってくる可能性がちょっとあるんでまあそういうことが人生において数回あったんでね、えー、どうぞあのー あ,れですね、あのー、ちょっと、えー、もうちょっと後にはなるとは思うんですけど足元グラグラには気をつけといてくださいはい、えー、関東の方ですはい関東の方特に首都圏ですはいえー、まあ夢に見た場所がね都内だったんではい、えー、まあそういうことでございますはいえーえー、ごめんなさいねなんか変な配信しちゃって申し訳ございません本当に申し訳ございません、えー、とりあえず言わずにいられなかったんで はいえー、セカンドにあげようかなと思ったんですけど、えー、まあね、こういった霊感話なんで、えー、いわゆるセカンドにあげようかと思ったんですけど、まあ、あこちらのチャンネルの方がね、視聴者さんが多いんで、えー、まあ、あ、一応、はいえー、こちらのチャンネルにいたしました。あそういうことでございます。まあね、えー、なんとも、なんともな感じなんですけど、はい。えー、なんで、ちょっと注意しておいてください。えー、で まあ、あ、当たり前なんですけどね、えー、備蓄ですね。はい。災害に対する備蓄。はい。水とか食料とかはたっぷり備えておいてください。はい。えー、よろしくお願いします。もうね、変な、変な配信で申し訳ないですね。今日朝からね。で、あのー、もう一つね、付け加えたいことがあって、えー、実はですね、昨日なんですけど、とある方のね、えー、返信なんですけど、ちょっとね、えー、まあ、あのー、 付け加えて付け足して言うことがあったんでちょっとこの場を借りてえー、おこなんていうのかなこうちょっとね、えー、言っておきたいなと思ったことがありましたまあ支援のことです支援のことでまあその方ねまあ事情があってねいろいろと帰ってきてすぐにねシャワーを浴びれないっていうことだったんでまあ着替えるのはまあ正解ですで、えー、一番ねあの顔と手だけはまあ洗ってくださいねっていうことを 言ったんですけどあと一番つく場所が髪の毛なんですよえ、髪の毛洗うの大変だと思うんでえ、濡れたふまあ手ぬぐいでね濡れたタオルとか濡れた手ぬぐいで絞ったねえ、水で濡らした手ぬぐいで拭いてくださいはいえ、これだけでも全然違うと思いますはいまあお隣からね、えー 例の、ねえー、香りがやってくると、匂いがやってくるということを書かれてるんですけど、まあでも、外でも結構なあ香りの、なんていうのかな、そういう空気に触れてると思うんで、えー、これやるだけでかなり違うと思いますあのお。顔とお手手は洗ってね、特に顔ですね。あと、あのー、髪ですね、髪が一番、あのー、つくんで、はい、経験上です、私の。 はい、経験上なんで経験上ねつくんで、えー、なんで、えー、髪はね濡れたタオルで拭く、えーまああのー、というかねゴシゴシ、えー、こすれば、えー、まあなんとか取れるんじゃないかと思いますその濡れたタオルもまあ洗ってくださいね、えー、そういう感じでございますまあやっぱりね自分の健康を守るのを一番にしてほしいんで。 はいえー、何もね、そういうところで、えー、落ちちゃうと、やっぱりね、えーまあ、個々の事情があるんで、シャワー浴びれないっていうのは分かるんですけど、まあ、落ちちゃうとね、そういうところで対策が落ちちゃうと、えーまあ、防げる分の量が防げなくなっちゃう、あのいわゆる、何て言ったらいいんでしょうかね、こうえー、対処してれば、あその量は、 大量にはっていうところのその量の問題になるんで今度はね、えー、なので、えー、とりあえずねあのー、まあ,あ濡れた布巾で、えー、いわゆる濡れた、まあ、布巾って言ったら変んですけどタオルとか手拭いでね、えー、頭はきれ、えー、いに何て言うのかな拭いてあげた方がよろしいと思います。はい、えー、まあ今そんなに寒くないと思うんでねはい。 えー、よろししくお願い,いたします冷たいまあ、寒い時期だとねお湯とかであの蒸しタオル作ってもいいと思います。はい。えー、まあそういう感じでまあ一番ここがつくんでねはい。ここがつきます。はい。いやまあいろいろ支援がね紙が一番多いです。なんで、えー、ここをちょっと言い忘れてたんでね、えー、余計なお世話かもしれませんけど、えー、やっぱりね、えー、聞いてくださる大事な視聴者様なのでね えー、自分のできる知識ですね、えー、持ってる知識はあやっぱお伝えしたいなと思ったんでね、えー、こういう,う,う,う申し訳ございません朝からね、えー、この場をか借りさせてお伝えさせていただきましたあそしてですねあれですねあのー、相変わらずあのー、やってますね、えー、字のみんみんさんはい、えー、でこれに関して昨日ちょっと面白い記事を見かけたんですけど あーこれは、あの、マグマグニュースさんなんですけどねえ。いわゆる森ちゃんがお怒りだということで、はい、森ちゃんがね。後で、このニュース記事、後で配信します、詳しく。はい、非常に興味深い記事でした。はい、もう、あの、ダーキシー、お前は終わりだよっていうことを森ちゃんが言ったという話でございます。はい。えー、まあ、わかりますよね、どの森ちゃんか。はい。 まあいろいろとね、えー、背後で、えー、いろいろ動いてますけど我々あの明るい未来がねあと2年ぐらい、えー、頑張れば待ってるんで、えー、皆さんでね、えー、頑張って一日一日をね、えー、何事もなく無事に過ごしていきましょうはいそれでは皆さん今日もね楽しく一日元気で過ごしましょうねはい えー、お付き合い、お願いいたします。それでは、また、ごきげんよう。沖縄、おばばでした